Ladies and gentlemen. いつもやん。ああ、いつも笑ってますね。ね、本当に大変です。私ちょっとあの胃がね、胃がクラッシュしてしまいましてね。言いたい時ぐらいあるがんだね。それがね、もう今までにないぐらい痛かったんよ。もうほんまにもうわしづかみにされてるぐらい痛かったんですよ。のような痛みやった。あのね、30分に1回ぐらい発作が起こったんですよ。何を言わしてんの。いやいや、これね、発作ってどんなんやねん。何が発作ってどんなんやねん。発作ってどんなんやねん。いやいや、俺が聞いとんねん。どんなんやねん。お前な、発作を口で説明できるか。できるわな。ほんならお前、勇気ってどんなんやねん。それは目に見えへん。もう発作は自分で体験しとるやないか。発作は説明できへん。勇気と一緒やろお前。熱情ってどんなんやねん。ふんねん、なんかあーっていうのが。まあ、嘘やろうけど聞いとくわ。投与して。何をやん。何をやん。薬はやないか。はいはいはい、薬を投与して、はいはいはい、なんとか今こうやって俺は毅然にこう無然に立ってるけども。何や、機嫌悪いんかい。いや、最高じゃないけど。きつかったんですよ今回。きつかったんやろ。過去形やろ。うん、まあもうきつないやろ。闘技はもうさ、こうしましたけど。ただまあまあ医者がね、あのまああんまり、まあその今日はあんまり行かへん方がいいんじゃないですかみたいなとこもあったんですけど、そんなことはないよ。まあ頑張ってるいうことや。頑張ってるよね。本当みんなもう道で会うたらサービスしてや、もうほんまに。そんなしてもうたことしません。風俗行ったらサービスしてや。まあこの時間帯見てるやろうからね。いやほんまね、大変やったんですよ。ああ、そうですか。今回はでもへこんだね。やばいんちゃうかなと思って。あんなことは今までなかった。なかった。やっぱりね、疲れてるんですよ、ストレスで。いろいろ大変なんですよ。まあ、まあそうでしょう ねだからもう思いましたよ、寝ながら。熱も出たしね、うんうん、もうあんまりお前のこと心配すんのやめろ。いやいや。いや、俺のこと心配して熱出たんか。あ、そう、今でもあーとか思うわけですよ。そんな前行ったら落ちんちゃうか、落ちんちゃうか。もっとかまなとか思うわけですよ。なんやかまない。あ、飯食うてる時はよ飲み込むな。あーとか思うわけですよ。何がやん。お弁当がとか。この間ね、たまたまね、はい、朝早くからテレビをつけたらね、はい、安室奈美恵の出た学校どこや、あれ、アクターズスクー ル、あ、沖縄の。そこに安室奈美恵が行ってたんですよ、うん、マックスと一緒に、はいはいはい、でね、そこのアクター地元へ帰ってたんや。地元へ帰ってたんですよ。で、沖縄からの中継ですよ、生中継、はいはいはい、ほんでね、そこの講師のおっさんがおんねんけど、うんうん、もうね、本当にね、奈美恵のおかげでね、うん、もうここまで来れてね、で、他の生徒もいっぱいいるんですよ、はいはいはい、もうね、もうこれも全部何もかも奈美恵のおかげでね。本当に奈美恵がね、マックス立場あれへんのよ。まあ、言うたってまだほらマックスも。まあそんなことでね、浪江を追いつけ追い越せの感じでね、うん、みんな頑張ってるんでね、うん、とか言って、他に2、30人もっとかな、はいはい、おったんや、はい、で今日はそういうことで、うん、浪江さんの前で普段のレッスンの成果を見ていただくために、うん、ミニミニライブでーすとか言って、うん、で安室がこうパイプ椅子にこうやって座らされる。とりあえず見てくれと、見てくれと、うん、この子たちのこの成果を、はいはい、こっつい近い位置なんですよ。安室奈美恵のこのぐらいの位置で。それじゃあスタートでーとか言ったら、そのアクターズスクールの生徒たちがすごいんですよ。え、ここに座ってんの。そうやね。もうもう安室奈美恵どうしてんだって話。絶対あいつ笑いたかったはずやろ。そんな近くでもう。それ何の踊りやねん。なんか分からんけど今流行りの踊りなんでしょう。もうすごいのよ。だから何やもん。いや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 、なんかそんなあるんですよ。密室で見せへんでみたいなとこが。いやだからどういう踊りやねん。もうねすごいんですよ。もう安室奈美恵笑いたいの分かったんねん、あいつ。
でも本来でも自分もそこで一生懸命やってたし、自分もそこで一生懸命やってたし、まあいや自分に憧れてね、そう一生懸命やってるわけやからね、バカにするみたいになるから笑ったら、そらそや、だからあいつもひもう こんなんなってるんですよああそらアピールせなあかんから、やっぱそこはやるでしょ。ほら俺今度あいつに会ったら絶対聞いたろ思てお前笑いこらえんの必死やったよじゃあだからなんやねん、知らんやん、どうしたいね、前行ったり後ろ行ったり俺に聞いても知らんやん、あいつらがやっとんねんその昔どうしようもない不良ばかりが集まる高校でラグビー部の顧問を務め、うお花園へ導いた伝説を持つ松本さん、 あれね、私は来年の春から教鞭を振るうことになった新米の教師ですが、はい、新米ということで生徒に舐められるんじゃないかと今から心配で 夜も眠れません、はい、そこで絶対に生徒に舐められない教室の登場の仕方を教えてくださいこれはね、でもあなたの得意な大問題ですよね、これは教えとってください。まずガラガラと開けたら、はい、一番前のやつをこう来るから、けえへんけえへん、こっちはけえへん、なんでお前が勝手に入れただけでこっちから来なくそうとはけえへんし、それを打つこともないし、お前の言ってることおかしい、なんでやねん、なめられたらあかん、舐められたらあかんよ、人の話聞いてるか、聞いてるよ、舐められたらあかんけど、なんで行く必要があんの、あのね、あほなまあいや舐められるとかあんたそれ教師やからね、ええ、いやいやそれは教師でもやっぱり権力ですよ、いやだからさ、何か言うてきて行くのはかまへんがな、はい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 、ガラーガーンってこれはもうおかしいやこれはあかんがな、いやいや一番前のやつをですよ、いや前やろか後ろやろか関係ないよ、目悪いからね一番前のだから膝見えへんとかそんなことやねんさっき手出したら何か言われたらしまいやんか、あそうですか、うん、自分から言ったら、あまああの今日からお前たちの担任になることになった、そうそう、まあそれぐらいから入らんと、ね、うん、松本だ、はい、はい、何の教師やん、数学だ、あ数学だ、うん、ね、数学だ、いや何やねん3回見まんでええやん1回でええねん、数学は押しといた方がええやん、まあええわ、数学だ数学だ数学だって言うわね、でも一応名前をって言って松本って書いてる時に、うんうんうん、例えばなんかこう掘ってこられたとするかな、あこう書いてる時にな、ね、うん、あの何やろ何やろ何掘って消しゴム、消しゴムかなんかこうパーンと頭にポーンと当たった、当たった、なんでやそれはタイミングや今やんそこやん、さて誰か分かれへんやん、分かれへんのかって そこはさっきからこうやっとんねんが、そこきっかけやでお前、ポーンへへんじゃんお前意味ないとこで切れてどうする今日から担任になった、ああそう、数学の松本だ、そうだ数学だ、うん、数学だ、はい、数学だ、まあそこは念をしとかなさ、ね、何の教師かね、うん、でまあ名前書くわね、うんうん、松本って書いてるわ、うんうんうん、こーん何してんの何やねん迷惑ガキの使いマル秘保存版未公開トーク集パート296年4月7日放送分、たまたま道を歩いていて自分の好きな彼女が野ぐそをしている現場を目撃して目と目があった時どのようなリアクションをすれば彼女の恥ずかしさを和らげることができるんでしょうか、こいつ何を言うの神奈川県の砂原くんですか、たまたま道歩いてたらたまたま自分の女が野ぐそしてたんや、その時どうしたらいいかって、ね、目と目が合うてもうたんや、ね、神奈川くんの砂原健吾くん、はい、17歳、はい、ね、ステッカーです、ね、はい、いや違うわ、まあ、野ぐそしてたんだから仕方ないですよね、野ぐそってしたことある、恥ずかしさ、いや、あ、ありますよ、それ
あらら俺はないわ。俺は地球に優しいから。俺はどうぞ。あのね、野ぐそとね、タバコのポイ捨てどっちが罪重いかって野ぐその方が重いんですよ。なんで言えんのそんなこと。野ぐそはお前どう考えたって許される行為やないやろ。自分が腹の痛めた子どうやないの別にいらんもん。そんなとこ捨てたら違う。別にさ、人が歩いてるとこでカッと踏んでまうようなとこでババするわけじゃないやんか。え、どこですんのよそしたら。いや、なんかこうガサ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 ってこう獣道か獣道かとかじゃない、まあ、結構あるようなとこ入っていってやるじゃないですか。そんなとこ当然人は入れないようなとこでしますよ。そら作りかけてるなんかマンションの便所でもやったことありますけどね。あらららららら便所やんけ。ああマンションのリビングやないんや。いやリビングやない。作りかけてるとこない。そら当然便所で。でもお前そんな流れへん。流れへん。流れるようになってから流したらええやないか。便所は便所や。リビングの真ん中でババってんやったら悪くないから。21世紀の考え方や。96年4月21日放送分。先日自分の愛車を売ろうと思い次の車を探し始めた途端、それまでノントラブルだったのに故障してしまいました。これは売るなという神のお告げなんでしょうか。それとも車に僕の気持ちがバレたんでしょうか。あのね、これはね絶対にあんね、車っちゅうのはこれはね生き物なんですよ。これは不思議ですよ。きつい顔してるな。これは不思議だぜ。なんで標準語やねん。中学の友達はいいぜ。おい誰か来てくれ。いや俺もそう思う。まあそれには手挙げるけどな。今言うことやないな。あのね、車はねなんかねちょっと恋人みたいなとこあるんやな。そうなの。でね、買い替えようと思ったら絶対なんか起こるわ。世の中のもんってほとんどみんなそうやけどね。出たで。そんなことを感じたことはないですか。例えばどういうことですか。みんなそうやっちゅう。あのね、例えばもう髪の毛が伸びてきてまとまりがつかん、もううっとうしいなと思って、絶対朝散髪行ったんねんと思ったら、次の日起きたら結構綺麗にセットが。今日はすんなり決まったわな。のあるんですよ、これは。本当にあるんですよ。これはもう切るなと髪の毛が訴えてるわけですよ。車もね、売るなと。いや山崎かな、なんか言ったぞ。あ、そう。あ、車のが乗ってて、あのもう明日車来る、BM かよったな、それまでなんか燃えたような汚いローレルかなんか乗ってた、ごめんなって言うてんて、明日からもうこれお前飛ばすことになってごめんなって言ったらね、あのいきなりパンクしたんです。あ、そう。そう。あんねん。たまたまやろ。いや、あんねんって、俺もいっぱいあったもん。何？俺もいっぱいあったもん。そうなん？うん。教えてや。何？いや、いっぱいあったんだ、教えてや。ああ、あったあった。どんなことあったか。あのね、こう乗っててね、もう売るっていう3日ぐらい前にね、こっち曲がるからウインカー出そうとしたら、うんがふんがふんが。お前間違おうとんねん。ほらこっち上げたらすまん話。こっち上げるからや。めっちゃええ天気やの。これカッコ悪いな。対向車、うわ間違おうとる。これはねやっぱりね、ダメダメ。そうダメダメ。今こじつけた。今決めたんやね。言うてるんですよ、あれね。あるんですよ、これ本当にあるんですよ。やっぱ機械とかでも生き物なんですね。そうなの。あるある。うん、本当ありますよね。だ、物は大事にせえっていうのは僕から来てるんですよね。これはもう気持ちが伝わったってことですか。そう女でもそうでしょ。もう捨てようかなと思ったらええとこ見えてきたりするんですよね。いや今めちゃくちゃええこと言うから。いやでもその前に捨てようかなって。それもマイナスポイントだ。96年4月28日放送分。岡本太郎さんがデザインした太陽の塔の中身はどうなってるんですか。知ってますよ、太陽の塔。あれ登れたんちゃうの。何が。太陽の塔中階段ついてて登れたんですよ。誰に聞いたのそんなデマ。いやいやいや、
小学校の時万博やってた。あれ中階段ですよ。中お前階段登った？あ、俺は登ってないです。ほら見てみよ。それはまあ結局まあ間接的に聞いてるだけ。違う違う、当時だからほら三菱パビリオンや、うん、フジパンロボット館やとかいろいろあったやんか、うん、あれ中はこうなってますってちゃんと。何？だからそれは子供に夢を持たすためにわざとそういう風に書いてるんですよ。太陽の塔の中は内臓ですよ。まああれなんやねん。も元を正せばなんやねん これこいつは。いやなんやねんって、それは俺に聞いたって知らねん。内臓やっちゅうのはおかしいやろ。何？いやだからお前生き物でも何でもないで。生き物じゃないですよ。あら生き物ちゃう。なのに内臓。え、なんで？何が何が。いやあ中は違うね、階段や言ってるやん。階段なんかないよ、中は内臓やって言ってんの。なんで？なんでっていうかさ、昔は動いてたでしょ、現役バリバリの頃は。じっとしてるやん、動いてないやん。じゃあ昔は動いてたん。昔っていつやねん。昔だから万博が始まるもっと前ですよ。万博始まるから建てたんやんけ、あれは。万博が始まるから来たんやん。どっから来たんやん、あれ建てたんやないかい。どっから来たかは知らんがん。これ知らんねやったら来たって、お前どっから来たかも分かれんのに、なんで来たって言えんねん。そんなもん、ほなお前この姉ちゃんどっから来たか知らんやろ。こいつは生きとるやないかい。万博生きとるやないかい。太陽の塔は生きとるやないかい。生きてないがな。もうでも今は機能はしてないですよ。機能も何も、あれはコンクリや言ってるやろ。違う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 。万博始まった時に来たんですよね。来てないわ。青か足も何もついてへんぞ。あれね、こうなってるでしょ、こうなってるでしょ。あれ元はこうやってこう歩くんですよ。なんでそんな裾の長いその長い服着てんねん。そんなんそいつの趣味やないか。やってやるようにですよ。下ブーツやから編み上げな。ブーツはええけどなんで編み上げん。お前さ趣味か。そうですか。ああそんなもんだ、ね、自分あれやで、本番前にたまたまトイレ一緒になってんからちょっとは喋ったらええやん。そんなもん俺のセリフやんけ。俺の先証明しててん。でお前寄ってきて横でやってんのに黙ったまま。俺だって一瞬パッと、あ、松本や。めっちゃ嫌やねんで自分ら。分かれへんやろ。ここのトイレは3つあんねん。そう、正面するとこが。で俺一番左端や。一番左やろ。俺パッと入ったらどうしようかな。まあ車内は1個あげとけよ。それでもお前は何か喋ってきたらええやんけ。お前が喋ってきたらええねやないけ。俺はお前が何か言うてくれんの待ってた。何を言ったんだよ。俺だって一緒やん。ダマーダマーダマが正面する。しょうもない使いもせんちっとさ。めちゃめちゃ使ってるよね。それはね、やっぱりね、基本的にはね、胸キュンの方が喋らんとダメだ。ね、なんで俺がお前に胸キュンやろ。お前の方が胸キュンやろ。いやいやいや、それはやっぱりね、あの追う方が追ってる方に喋るかも。何を言うわけわかるし。二度とあの空気嫌やわ。だから、それと一緒で、うん、あの、ヘイヘイあるでしょ。エレベーターから降りてくるんですよ。降りてくるまで二人っきりやねんだよ。ごっついやねん。ごっついやねん。ほんであのマークのナレーションがあるやん、うん、ヘイヘイヘイミュージックジャン、うんうん、もうええから早せえや。とりあえず早上げてほしい。もうマーク喋んなって。あのエレベーター下げろや。あの感覚に切りやがらもうなんか喋ってきて。何が今度からああいうのあったら。いや喋らんことないねんけど、パッと入った時お前がおった時ドキッとしたわ。いや俺もドキッとしたの。なんかあの草履するような歩き方がだんだん近づいてきたから、これまこれ松本ちゃうかなー思って、うわ絶対そうやわ思って、入っててやっぱりや。ほんまうっとうしいわ、もうほんまうっとうしいわ。あ、喋ってきて、あこの間ね俺歩いてたんですよ、うん、ね、うん、歩いてたらね、うん、後ろの方からね、うん、こうイエーイ、嘘やんねー嘘やんねー。
これは大変やな。俺はどうしたらええねん。ね、それでもまだ可愛げあるやん。俺この間子供に顔面にボール当てられてる。どういうことだ。あ、浜ちゃんだバーン。あ、そう。俺もさすがにな。それはやばいな。いくつぐらいや。いや、小学生ぐらいですよ。小学校もう6年ぐらいや。もう分別分かる年ぐらいや。なあ、もうチケもぼちぼち。ああ、もうの袋には確実に生えてるよ。そう、俺この辺から生えてる。いやいや、俺は、まあ、まあ、そんなんでね。まあ、こうやって派閥があるんですけど、ね、いや、それはひどいな。ひどい。あ、それはひどい。でもそれどう処理したんですか。いや、もう何、俺の全力を振り絞ってアホちゃうかの顔してやりきました。顔だけで、うん、あ、お前の全力のアホちゃうかはこういうことだ。もうほんなら、もうちょっと空気読んでって言って、なんかちょっと一人の、いや二人ぐらいおったかな。向こう、お前はな、俺のこと知ってるか知らんけどな、うん、俺はお前のこと知らんのにな、そのハイテンションで来られてた。俺に何ができんねんと。マジね、高倉健やったら絶対せえへんやろ。まあこれはないわな。そんな高倉健見て、イエーイ高倉健不器用ですから。まあまあ言えへんか。やらないでしょ。まあやれへんわな。やらないですもん、やっぱ芸人やからですよ。まあ3週間何ありましたかね。選挙も終わりました。選挙ありましたね。落ちたな。まあ一生懸命やりはりましたけどね。結構今回みんな落ちたな、そういう人な。やっぱりもうぼちぼち。なんでやねん。とうとう来たな。ぼちぼち行くんかな。え？お前な、俺な。痛い。何やねん。顔やな。まあまあ出るときは言うて俺手伝うから。立候補か、うん、どっから出たらええかも分からへんからな。出る気やん。ちょっと考えてるやん。でもね、俺そやな、俺まあいろいろ国を直していかなあかんなとは思ってますけど、ね、また大きいこと言い出したな。もう国はやっぱ直していかなあかんね。ああ、そうですか、うんうん。今の一番のもし手をつけるとしたら何ですか。何を手をつける。まず消費税をなくしますよ僕は。うわベタやな。いやベタやけどやな。じゃもっとさ、松本がやるんやったらこれ手つけてくれなっていうのはやっぱり期待するじゃないですか、もし当選したら。そんなもんに消費税なくしますわって言われたらうそーんって感じやん。それはまあまあまあ、国民総ホットパンツにしますね。何やねん、気持ち悪いやん。サラリーマンもみんなホットパンツにしますどこの国も攻めてけえへんねん。怖いから怖いよ、ね。うん、持ってきて。週末になると必ずよし行くぞと朝まで新宿のゴールデン街のカラオケスナックで飲んでいるという松本さん。長いわ。はい、長いね。津軽ジョンガラ節というのがありますが、ジョンガラって一体何なんですか。ジョンガラ、ね、ジョン、これぜひ教えてください。うん、ぜひ教えてくださいというね。はい。それはどうしても教えてほしいわけや。いや、うん、教えてください。はい、教えてください。頭下げます。教えてください。じゃあ言いましょう。はい。僕に今君はぜひ教えてくださいと言いました、ね、言いましたね、はい、その気持ちがもうすでにジョン柄なんです。それはいいジョン柄ですよね。今のは教えをこうということでいいジョン柄なんです。すごくいい意味でのいいジョン柄やったね今のは。悪いジョン柄になる。悪いジョン柄っていうのはね、なんていうのかな、まず釣り目ですよ。見た目に言われたらどうしようもないやんけ。ジョン柄っていうのはすごく精神的なもんなんですよ。
その見てくれどうこうじゃなくて、ね、あ、ほんなら鶴見は書けない。鶴見はあのこれは僕がちょっとごめん、あのやんちゃやったんです。わからん、わけわからん。例えばそうですね、街道を歩いててね、はい、財布が落ちてたとしましょうよ、はいはいはい、ね、はい、さあどうしましょう。お、拾った、はい、そしてどうしますか。その財布中見たらね、そうですね、3万ぐらい入ったんですよ。あららららら、どうしましょう。それはジョン柄なんです。どういうジョン柄なんですか。それはあ、いいジョン柄なんです。それは悪いジョン柄でしょ。それはもう盗んだんですか。いや当然ポケット入れましたから。その時財布はどうしました。財布はポンと取りました。あーっと。それが悪いジョン柄なんです。財布から3万抜くことはいいジョン柄なんですか。これはいいジョン柄、高度なジョン柄。肉厚のあるジョン柄。わからんだからみんな、僕が言いたいのはね、みんなジョン柄なんですよ。すっごいジョン柄やん。そのジョン柄の意味はないやん。もうええよ、俺はすごいジョン柄かもしれんやろ。お前は、俺今日、お前が今日舞台出た時から、あ、すごいジョン柄やな。ああ今日すごいジョン柄出てるやと思う。出とんのかい、うん、うわーと思って寒気しましたもん。どんなんやね、どんなんやね。すごいジョン柄が住んでるなと思って。自宅マンションの地下駐車場に5台のスーパーカーを所持しているという車マニアの松本さん。 ありがとうございます。はい、何持ってるんですか。カウンタック、テスタロッサー、うん、あ、一緒か。いや、いいですよ。あれですよ。いや、あと3枚。インテグラ。インテグラ。インテグラ、その辺貼っとるわな。そうです、あと、はい、先日、新車を購入しました。あ、ピカピカの塗装を傷つけないため、洗車には気をつけたいのですが、はいはい、世界三大洗車に適したふかふかのものを教えてください。あんのかい。あのね、車っていうのはね、あの女の人結構知らないんですけどね、はい、あの知らんでしょうけどね、あの傷つきやすいんですよ。あ、そうですか。あのね、一番この世で、あ、一番かどうかわからないですけどね、はい、すごくね、金属に優しいのは、はい、一般的にはですよ、はい、僕らの世界ではですよ、はい、ジジイのクッって言われてますよね。ジジイの裏部分が一番優しいって言われてますね。でも優しそうやわ。そうでしょ。本当のこと言うと物理的に不可能ですよ。でも死んだジジイをプッと切って、あ、死んだジジイの回の。そうですよ。あのジジイのペッと切って、そこに手を入れてこう振っていくのが本当に持ってるやつ教えてくれ。いやいや、それやった人はいないと思いますよ。でも本当のことを言えばですよ。それはあのモラル的に許されないし、はい、いろいろと問題がありますが、本当のことを言うとそうなんですよ。あ、中出しといて、中あの空っぽにして、中出して、ね、でもっと言うと、ほんま裏返しにしてこうやるのがほんま一番。10メートル先のコンビニに行くのもタクシーを使うというタクシー教の松本さんに質問です。はい。接待などの帰りで酔っ払っている時、毎回のようにタクシーに乗車拒否をされてしまいました。ありますね。そこで絶対に乗車拒否できなくなるタクシーの止め方を教えてください。あなたはタクシー止める時どうしてます？止める時。はい。たまに乗車拒否されるでしょ。分かれへん。たまに乗車拒否されてるでしょ。おー、そんなこっちゃ。おおって、いやいや、そんなことないですよ。10回中1、2回やられとるな。それそんなことでは。あ、ダメですか。ダメ。あのね、あのチーターの歌でね、押してもダメなら弾いてみなっていうのがあったでしょ。ね、まさにそれなんですよ。何でも前に出りゃええいうもんじゃないんですよ。引きの攻撃っていうのもあるんですよ。いや、まあまあそれは分かりますけど、うん、そのタクシー止めたのに引いてたって
乗れないじゃないですか。いつまでましょうか。タクシーこうバー来るでしょ、あんまりタクシーに近寄らないんですよ、逆に、うんうんうん、逆にできるだけ後ろ気づけへんがな。おっさん素通りやん。いいですよ、それでもいいんですよ。もう路地なら路地に入ってもうでもいい。いやだからで、いやそれ何してんねん。ずっとおれよ、乗る気あれへんねや。それ6台止まりますね。そっか。来週やってみようか。ああ来週オープニングでやってみようか。お前どっかの路地入ってこう。6台止まんのかどうか。ほら隠れて見とくからよ。別にいいですけど、僕はすごく今思ったのは、タクシーの運転手さんもこれはもうお仕事で一生懸命、ね、走ってはるわけですからね、はい、乗りもせんのに止めるっていうのは僕のなんかこう正義感が言うてへんところだよ。狼少年の被害者側の訳分からんこと言うな。もう1メーター分金払いするんやから、止まったやつ全部。うわ、何でも金で解決する。それやそういうことやらしい。聞きました今。国じゃるたくしまえ。怖い。マフィアの考え方。何でやろ。まあ、そんなん嫌やわ。そんなことよりも何よりも、こうやった時に止まんのか止まれへんかっていう問題。いや、絶対止まる。6台止まるんですね。6台、都合6台止まりますね。都合ってね、何やその使い方。それはね、やっぱりね、目立たんとダメなんですよ。目立ってないかなお前の。逆に目立たんとダメ。これをすると目立つと思ってるでしょ、うん、これがね一番目立たないんですよ。逆に目立つわ。運転手にしたら目立つわ。何がですか。それやったらもうまだこれの方が。まあまあそれは目立つ。これでこれしたらもう絶対止まるもん。10年前の値段で言ってくれるもん。なんで値段が変わんない。こんばんは。今日も京都県、はい、お送りするわけですね。あ、お送りしますせ、はい、分かりました。ほら毎週お送りしますせ。あ、毎週お送りするんですか、はい、ね、あ、なるほどね。何やねん。あ、なるほどね。あ、じゃあ行きましょう。何だ、体ですか、うん、最近ね、うん、動悸がするね。もうやばいです。やばいですよ。あのね、こいた後ね、前より明らかに息が荒いんですよ。ダメですよ。昔はやっぱりね、30超えるといろいろあると言いますけどね、はい、やっぱりいろいろありますね。だって、そんなこと言い出したらね、エレベーターでもね、昔は絶対開いたらスーッて乗れてたんですけど、最近ようね、バンババババババ。で乗った時買って3階を押す時でもなんか誤ってこうちゃうとこ何回か押してもって全然こうテレコになってるというかね。エレベーターと俺とかうまいこと噛み合ってないっていうのはすごく感じますもん。でもねそれがまた僕の味なんですよ。いや誰も分かれへん。誰もそんな味分かれへんがな。いや身近におるわけやないのに。こんなことでガタガタ言ってたらこの先どん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 ひどくなっていきますから。そりゃそうや。しゃあないですよね。そうやけどさ、うん、最近ね、風俗とかあんま行ってないの。昔行き倒してたみたいやんけ。行ってないっちゅうね。あ、そうですか。あ、それは俺の言葉やろ。最近行ってないんか。あ、最近風俗は行ってないですね。面白い風俗がないんでね。面白いってほなおもろい風俗がどういうのやん。あの、ね、最近おもろないっちゅうて教えてあげましょうか、うん、もう飽きてきたんですよ。飽きてきたっていうのはもう女が一回りしてしまったからね。なるほどね、今度は違う店行けばいいわけですよ。違う店行ったんですよ、うん、で違う店行きましたらね、そこのシステムが僕はもうこれに物申すわ。おいと。どうしてほしいですか、何でも言ってくださいって言うんですよ、はい、もうその時点で俺のもう M 心がもうズタズタなんです。こうしてくれああしてくれ言われてやったって気持ちよくないんですよ。ああこんなことされてんねや。うーわ、おい誰が来てくれ。おいそれが M なの。わかる。いや、まあ別にわからん。まあまあ S のお前にはわからんやろ。
な、超高校級エースですから。女バンバンやってやめてー言うてる顔がもううわーってなるんですよ。あほか。いやいや俺知ってんねんって。あほか。だって漫才コンビっていうのは S と M で出来上がってるんですよ。これはもう厳然たる事実なんですよ。じゃないとコンビなんでやっていけないんですよ。15年やってるんですよ。僕はもう超高校級 M ですから。超高校級の S のはずなんです。高校級っちゅうのはね、どういう字なの高校級っていうの。あの高校の高校やったら大したことあれんの。高々ね、高々っていう意味ですよ。そう、学校の校じゃないですよ。いやだから、いや感情教えてほしいな。今日は一ついいことを教えましょう。漫才コンビっていうのは S と M で絶対できてるんです。なるほど。で M の僕がボケで S のお前がツッコミっていうのもこれもすごくはっきりしてるんですよ。すっごい手出してるでしょ。で俺をバーン殴って俺が痛がってんのを見てもうたまらんわけでしょ。なんでたまらんねん。もっとボケろもっとボケろ。だらそのだから殴りたいからこそ もっと振ってみたりね。そう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 、もっとボケさすために振って振って、うん、振って、うん、ボケだー振ってなーだーこれやめ。いや気持ちはそうかもしれんけど別にだらーって。で俺は俺でこうなんかうわなんかうわこんなん言うてもうた、なるほど、なんか俺こんなこと言うた、どつかれたうえこれやめっちゅう気持ちの中ではねなってます、うんうん、もっと新しい店開発したらいいやん。もっと自分がこうああこんなことされてるっていうようなところね、うん、まあね、うんうん、でもねそれもさっきの話通じるんやけどね、もうこの年になってくるとねだんだん分かってくるやんか。何がああこんなことされてるって昔はそのまま没頭できたんですけ どもう今ああこんなことされてる俺はお金はるだからやと思ってます。シラーって言うんだよね。そんな言うてたらもう行かれへんがな。ああこんなことされてる C コースやからやとか思ってた。ここまでしてもうてるそれは C コースやから。実に999種類の猛獣と戦ってことごとく勝利してきた松本さん、牛などにも巻きついて骨を粉々に砕いて丸飲みしてしまうというアナコンダに万が一巻きつかれてしまった場合どうやって脱出したらいいんですか。まず絶対巻きつかれへんようにせなあかんけど。そうやね、まあ、当然巻きつかれへんようにするのは当然ですけど、はい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 、万が一わかりましたわかりました。よし来いアナコンダ。俺かい。そうだってアナコンダお前しかおれへん。よし来い。まずそんなんちゃうもんアナコンダって。アナコンダは立ってないよ。ああ面白そうやな。一個一個か。先に言わんと。よし来いアナコンダ。こうですね。アナコンダはもっとベターっとしてますよ。あもっとこう。もう違うねんけどな。まあまあまあでもそんな感じでええわ。よし来いアナコンダ。全然逃げれるやん。スピードが違うわな。だからそのアナコンダをちゃんとやってくれんかったら俺はそのあれを教えることができへんがな。よし来いアナコンダ。いやもうちょっとバカバカしいわ。なんか今オチが怖かった。私は今年の夏、はい、大量の蚊に刺されて痒みが止まらず血が出るほどかきむしりましたと、うん、ね、うんうんうん、来年のために蚊に血を吸われない方法を教えてください。僕はですか、うん、分かりました。まあいいですよ。何ですか。血を吸われない方法を教えてください。はい、いいですよ、はい、まずね、はい、今年はすごく吸われたんですか。みたいですね。もうめちゃめちゃ吸われて、でもう終わってしまったんですね、うん、今年は。当然終わりました、ね、それじゃあ来年は無理ですね。それはどういうことなんでしょう。血を吸われた時にね、はい、もう今年で終わりにしてやということをねきっちり勘に言っとかないと、今年は吸わせてやろうと、吸えと、よし分かったと、よし
ピッと止まった時にもうよし分かったと、はい言ってあげましょう、はいはいはい、管理人、はいはい、そして今年はいやでもそれやったらパチンってやったらするんじゃないんですか。ああ見えてるとこはね、はいはいはい、座れてんのに我慢する必要はないですからね。そうでしょ。だから一つ僕が喋ってる時にこの辺ピッと止まって血吸うてるかも分かんないですけど、ね、ああああああその時によし分かったと、うん、ここもここもお前分かっとんねやったら何とでもなるがな。ほんなら分からん時があるやんけ、この辺とか全然知らん時に分かれへんのによし分かったっていうのはどうも納得できへんねんな本人分かってないんでしょ、ここやられてんの。分かってないよ、分かってたら叩いて殺したらやろ。おうおう、なんでよし分かったやん。あ、思い出した、こんな話はどうでもいいんですよ。いや、どうでもいいことあれへんわ、その話。かっていうのはなんで刺すか知ってます。なんでっていう、どういうこと、どういう理由で刺してるか知ってます。もう教えてください。血を吸いたいから、ノン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 違うんですよ。何なんだ、奴らは人をかゆがらして喜んでるんです。だから皮ひいてきてキュッと吸うて、うん、しばらくどっか見とるんですよ、うん、こうやって、うん、ね、うんうん、ならこうあっくそっとかいなってそれを見てあっなんでやねん寿司は食うなよ。ここがプック膨れてきたらもうあいつらおかしいでしゃあないんですよ。自分が吸うたとこが膨れてきてるっていうのがもうカッなってもう相手にも取ってやった。なんでやん誰や相手肉取ってやったりしてるだから皮の撃退法っていうのは、はい、痒がらない、これが一番。ああ、なるほど。こうやるからチックさせてジューやったった、それを皮がもうくるでくるでくるでかくでかくでかくでこう見といてみ、俺さっきあいつ吸ったって見といてみって言うてんのに全然かけへんわけですよ。こうやって見てフンって言ってこうやられたらめっちゃくちゃ落ち込むんですよ。でもほんだら書くまで行ったらよ思ってこっち食うやんか。え、そういうもんじゃないの。ほんだら何がいいんだ、もう今まで終わってたらええんちゃうんかいやいや、ほんだら次書くまで俺行ってくるわって来るんちゃうの。なんとか生かしたんちゃうんかなんとか帰ってきたんちゃうんか、俺疲れて家帰ってきたんちゃうんか、熱いスープ一つも出しとれよでもあんたの突っ込まなあかんとこ山ほどあるからね相方のこんな姿だけは死ぬまで見たくないという姿は何ですか。普段見られへん姿を見たくないっていうのが本音のところですよね。俺はお前がやってるとこは見たないななんかもう何やそれお前それでやってるつもりかお前みたいな。幼稚なセックスとか思ってガッテンガッテンチキショーお前な見したのかいや俺はもうそれだけはもうええわ。そりゃそうやろな、確かに俺はお前に一生やってるとこを見せることはないわ、はいはい、お前も見たないか知らんけど、はい、俺も見せたないもん。まあそうやろな。でもな、うん、でもやで、うん、これだけは覚えとけよお前なあ泣きそうなんなこれだけは覚えとけよお前俺のセックスはすごいぜそんなないって言わんでええやん涙目なっとれないマセツ面白かったですか。いや結構受けてたよ、ね、そうですか、まあ、久しぶりちゃうのあの男マセツしてたん、うん、なんか緊張しましたよ。あ、そう、うん、なんかあのマセツ前にトイレ行きますわ言うて、うん、全然出てけへんから見たらずっとトイレとかってかぶりなんでやねん嫌なんか分からない大変ですね。え、誰が生きていくってね。ねえ、それはもう今さら言うことですね。そんな、そんな今さら言うことでもないですね。ほんま大変やと思いますわ、なかなかね、うん、もういつ死ぬかわからないですけどもね。
いや、そらそうやん。俺かって朝何やったらポロッと言ってるかもわからんでしょ。そう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 、うん、そうやんな。ただね、どっちが早死ぬって言ったらお前の方が早死ぬ。なんでやねん。いや、それはほんまにそうやと思いますよ。なんでやねん。いやー、そらそうでしょ。お前の方が死ぬに決まってるがな。お前の方が死ぬ。だって俺死ぬ要素ないやんけ。はファンの数が違うがな、俺とお前では。わかる。はいはい。透けない。え、透けない。ちょっと待って、意味が分からへん。透けない。透けないとはファンが少ない。あ、やっぱりね、その支える力が違うんですよ。なるほど、うん、それと俺が早く死ぬとどう関係が。いや、だってそのファンの人たちがね、うん、僕のファンっていうのは大体何人おると思います、こう日本国中に。それもすごい数ですよね。いや、まあええわええわ。50万と言うときましょうか。いや、まあ50万でよろしいやん。ほな50万おったとしいやん。50万、まあまあ50万おったとしいやん。ね、で、あなたがまあ、4万まあまあ4万もう結構です。まあ4万、その5万、50万人の人たちが、まっちゃん、生きろまっちゃん。なんかあったときにね。生きてーと、生きてくれまっちゃん、はいはい、生きていてくれまっちゃんと、はいはい、50万人が思う力と、はい、4万人が思う力では、到底パワーの桁が違うわね。でも危険度はお前の方が高いやんけ。なんでですか。チキショーザカーっていうのはぎょうさんおるはずやで。僕は、うん、パワーイ、うん、パワーイ。包丁持ってんのずるなー。俺でお前な、下手くそなセクシーながら。大して気持ちいい、大して気持ちいいこともなかったわお前な。アホかお前。わからんけど、でも危険度はあなたの方が高いじゃない。うんぽい、うんぽいでええやないか。なんで東西南北やねん。いろんなとこに。各地でか。各地で。でも方向は北でええやないか。いや、別にどこでもええやないか。方向はどうでもええ。そういう意味の危険度はあんたの方が高い。いや、それはないです。僕は恨まれたような別れ方は絶対したことないですし。ええ、これね、僕ね、こんなこと言うてね、もう一人の女がね、例えばお前と1年付き合って、はいはい、別れて、そして僕と1年付き合って、うん、ね、うん、で、さあ、どっちが良かったかっていうのをね、ほんとやりたいんですよ。全部俺の方来るもん。なんで。まあ、すごくキザかもわからないですけど、優しさかな。そうとしかやっぱ言えないですよね。うん、ごめんなさい。うん、いや、俺思うよ。なんで俺なんかとって思うねん。どっちかっていうと。お前そんなん寒ないか言いながら。いや、全然寒ない。なんで俺なんかとって思うんやけど、なんか、なんか包み込むみたいな感じあるみたい。すごいなんか包み込んでる感じある。あるみたいね。青やこいつ。うん、ありがとうございます、ほんまに。なんもそんなやられるようなことはないよ。あ、絶対ない、絶対ない。昨日ね、うん、面白い動きね。こう、こう、うち、あの、酒屋があるんですけど、家の近所に。で、それ左曲がったら家の方なんですよ。で、左折しようとしたら、うん、七三にピチッと上げて、黒縁の眼鏡はめて、うん、なんか大学生みたいな兄ちゃんが怖いな。じーっとこうやって見てんのよ、自動販売機を。で、カーッと曲がって、ちゃまやなこいつ思って、窓開けて言おう思ったら、俺に気づいてパッと避けて、またその自動販売機こうやって見てるから、おうおうおう、何見てんのかな思ったら、コンドームの自動販売機。おうおう。ここにこの販売機あったら、ここに立ってんの。なんでやろ。なんかこうてみたいんちゃうの。どんなんなんか知らんみたいな顔してたもん。童貞チェリーボーイなんかな。もうなんかピッピッ、こんな、なんか勉強しか今までやったことないみたいな。怖いね、それはね。まあ、うん、まあ、多分見たかったんやと思いますよ、こうて中が、うん、どんなんなんやろみたいなね。まあね、世の中広いですから。
いろいろおかしいことってありますよ、うん、この間も俺ねもう自分で朝起きて笑ってもうてんけど、うん、うるさかったんよ。耳栓して寝てて、うん、朝起きたらね耳栓食べてて何で食べたんか分かれへん。こっちはちゃんとついてるんですけどこっちのもなくて食べてたんだいやポロッとこうやっててなんか例えばこうなってこう入ったとか、うん、それがただ単にもうんってやったのか分かれへん。いやそうちゃうかな。くっちゃくちゃになった耳栓が この辺まで来ててカッカーッとなって割れてもうたけどなはい、じゃあ出してはがき。もうすぐマイケル・ジャクソンが来日するそうですが、はい、何でも松本さんはマイケルと仲が良くて、うん、日本に来ると必ず松本さんの家に遊びに来るというのは本当ですか？マイケルとは前に日本来た時からかな。え、何出会いのきっかけは何なんですか？僕がコンサート見に行ったんですよ。普通やん。いや最初はそんなもんですよ。ああそうか、はい、僕、まあ、一番前で見てたんですけどね。はい、じゃあ、うん、マイケルがやっぱり何か感じたんじゃないですかね。マイケルはだから何万人っておるファンの中でやっぱ僕だけがマイケルを見る目が違うというか、やっぱ分かるんですよ、こいつはほんまのファンやっていうの。なるほど。僕はマイケルのことをすごくこう見てたのが、うん、やっぱりマイケルに伝わったんでしょうね、うん、だからもうマイケルは後半からかな、もうずっと俺の前でもこれでしたから。でまあ家来るようになったんです。あ、そうね、今度も来んの？来るでしょうね。で何してるんですかって家でよくなんか手伝ってくれますね、いろいろ。何を？いや例えばもうお皿あるたらもう横で乾いたタオル持って待ってますええやつやな。そうそう。でもテーブルでもこう手やったらもうマイケル向こうこっち持ってますから。それはねすっごいもんマイケルは。でこうテーブルこう持っていくでしょ、でこう行ってからこう行くとかできますからね。一回マイケル向こう回るすぐこう回れないですからね、長いテーブルの時はね、ここがガーン当たるからね。それマイケル分かってるらしく、一回向こうマイケル見てます。これはね、やっぱマイケルすごいなって思います。それはすごいわ。うん、すごいね、やっぱ感性が似てるんですよ、マイケルと。ビッタンコなんですよ。笑いどころも一緒やしね。なんであいつに分かんねん、そんなお前が笑ってるとこ。だってあの味噌汁とかこうねポンとこうテーブル置いたらたまにツーって動くときはもうマイケルと二人でまふおーふおー言うてます。怖いね。以前にガキの使いのオープニングでも見事に実績を証明された世界でも5本の指に入る名クライマーの松本さん。クライマー、はい、万が一山で遭難してしまった場合眠らないようにするためにはどうすればいいんですか？でもこれは雪山で、あちょっと三枝さんみたいな。でもこれはでもこれは雪山で、はい、あの寝ないっていうことで言えば、はいはいはい、別に登山とかは別に関係なくてね。あ、まあね、うん、そりゃそうですね。で、うん、まず寝たらなぜ行けないかっていうのをご存知ですか？なんでほんなら寝たら死ぬんですか？人間は起きてる時はある程度熱を発散するんですが、うん、寝てしまうと、うん、そういう機能も低下してしまうんで、その寒さに耐えれなくて死んでしまうんです、はいはい、え、もっとボケた方が良かった？いやここボケるとこちゃうよな。いやもう結構でございます。その先に、はい、先に何か待ってるんでしょ？もちろんそうです、はい、私はその光に求めて今歩き始めてます、はい、しかしその光を見失ってることも事実です。頑張ってください。ありがとうございます。だから、睡眠睡魔というのは、まさに悪魔なんですね。はい、こういう雪山に関して言えばね、はい、そういうことですよ。以下のようなことでね。いやどれがやねん。どこがやねん。何がですか？いやだから寝ないようにするには、うん、寝れない夜とかあります？あ、なかなか寝つかれへんっていうのはありますね、はい、あのね、うん、寝れない夜、うん、ね、うん、やっぱり寝れない夜もあるじゃない、うん、はい、あります、はい、あります、うん、止まない雨はないじゃない。
やまない雨は。はい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 。明けない夜はないじゃない。いや、そんなんどうでもええねん。そら言うてて気持ちええんか知らんけど。もうお前の気持ちよさはどうでもええねん。わかります。いいでしょ、教えてあげましょう。誰が、ああ教える、はい、逆こそ真なり。はい。寝れない時によく頭の中で羊を数えます。まあ昔はそう言ってました ね、 ね、羊が1匹、羊が2匹、はいはい、こうやることによって寝ていってしまうわけです。その逆をやればいいわけです。どういうこと。あ、その踊りいいね、教えて。ノン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 、早く光のとこまで歩いて。もうね、君らおかしい。ちょっと待って。何やねん。何やねん。どうもね、あかんのですね。何がですか。あ、さからほんまにおかしいんですよ。この骨盤のボケがほんま。アホや。今日の中でそれが一番おもろいよ。この骨盤のボケが。うまいこと動きやがる。今年のクリスマス、あ、私は浜田さんに何かプレゼントあげようと思ってるんですが、うん、相方の松本さんの目から見て浜田さんは何をプレゼントされたら一番喜んでくれるでしょうか。ぜひ教えてください。はいはいはい。なんなら教えたってください。テレビのお前の浜ちゃんファン。今浜田が欲しがってるのはね、雨です。あ、甘い雨。雨ください。ええ、あ、でもね、ほんまのこと言いましょうか。今浜田が、これマジですけど、どこでも更衣室やな。そうです。すみません、まあ、どこでも更衣室。そうです。僕が欲しいのはゴム布団。そうそうそう。どうしてお二人でいろいろ行くときにね。二人でキャンプ行くとき使いますんで。日清さん、トヨタさん、トヨタさん、日清さん、はい、よろしくお願いします。前はあの日清さんね、はい、あの なんとか寝袋、うん、何だっけ、焼きそばの寝袋は、焼きそばの寝袋送っていただきました。ありがとうございました。あのサロンパスが聞く聞く言ったら久光製薬さん、はいはい、箱でサロンパス、ありがとうございます。そういう感じでね、やっぱりこういうのは持ちつ持たれて、はい、そういうことで、誰と誰がやる、そういうのありますからね。はいはいはい。あと何かございましたですかね。あとはもうないですか。他は別に、まあ、ないですね。なんか頑張ってこうと、頑張ってこうと。頑張ってこうとはどこの人やったっけ。あれはコカ・コーラやね。コカ・コーラ、はい、コカ・コーラさん。ちなみに我々、ゾッとやってました。はい。ね、別にその他人じゃないですし、はい、あとボスのかっこいいじゃんも。かわいいじゃん。全然対照的なんですけど。まとめて、企業の皆さん、よろしくお願いします。そんなもんですかね。はい。それから今度青函行った時はサービスよろしく。よろしく。なんで俺が頭下げなかった。なんで俺がお前の分頭下げなかった。お前の分言うなよ。寒いですね。寒いね。私はあの思うんですけどね、うん、あのよく言うでしょ。何？立ち位置があるじゃないですか。はいはいはい。なんか知らんけど、うちはもう、うん、お前はそっち、はい、俺はもう、はい、こっちって、うん、決まってますよね。それはもうどんな番組やろうが、うん、何やろうが、うん、あの今 CM も流れてますけども AM PM ね、うん、すんごい恐怖に吹かれてるんですよ。ね、こっち側からこっちからガー風来てるんですよ。鬱陶しいですよね、はい、あれジェット船言うてもうすんごいこんなでかい扇風機で風を送るんですよ、はい、なんであの時だけ俺そっちやねん。俺ね、待てよ、俺が変われって言うだけちゃうやないか。俺ね、それがね不思議でしょうがない。いや、すっご
ないとこやで。いやいや、まあまあまあ、待ちいいな。うん、一人一人やってる時は俺もこっちやし、あんたもこっちや。そうそうそう。ほんでこっちにお前の場合は、男の人がおって、うん、あんたの場合は女の人がおるわけ。女の子がおるわけですね。で、最後は二人やって。最後二人なんですよ、うん。なんでそん時だけ今までのダウンタウンの歴史をもう無駄だ。なんで俺がこっちやん。こっち浴びてるんですよ。浜田こっちやから全然大丈夫なんですよ。いいんですよ、別に俺はずらいあるまいしね。風飛ばされたからって何ちゅうことない。そんなこと別にな。でもね、なんで今日だけね、なんでこの日だけ俺やねん。家帰ってからね、ちょっと落ち込んだもん。なんで分からんのよ、なんでなんか。雑誌でもそうでしょ、ダウンタウンの悪口書いてるような、ね、見出しがガーなって写真俺一人やったりするでしょ。なんでやねん、なんで俺だけいつも逆風やねん。なんで強風やねん。思いますわな。二人の写真とかでもそうなんですよ、ね、テレビジョンとかもう最近やりませんけど表紙とかやるでしょ。だからね、だいたい一人のタレントの写真を使うときはね、一番いい写真を使ったらいいんですよ。でこう二人になってくるとね、どっちかの写りのいいのを優先するんですよ。明らかに。な、待てや。そんなわけないやないか、お前。それは考えすぎやって。明らかにお前で選んでるなっていうのが分かるの。もう浜ちゃんの本意なんですよ。浜ちゃんとレモンの感じで選んでるんですよ。もうね、それはいいですよ。それはあんたやらしいわ。一人になったって変な写真は変な写真であるやんか。あるあるある、あるよ、あるけど、そんな俺この間のなんか、うん、フォーカスかなんかの最後の、うん、やめてんのか、あの写真。山ほど写真撮っといてこんな感じの写真撮って、やめろ、普通腹立ってしゃあなかったから。まあそうなんでね、どうなんでしょうかね、皆さんは。え、お元気ですか。いや、お元気。誰に。まあしかしおっさんみたいなこと言うようで悪いけど、ほんまに今年は早いな。早いな。ほんまにおっさんみたいなことで悪いけど。どうしよう。何が。もう聞いてたらもう40ぐらいすぐやろな。そんなこといいね、もう。ほんまにそうやねんか。いや別にええがな、40で。あっという間やで。でもな、男が40になっても全然大丈夫やけどな、女はきついな。だから考えたら男と女の年齢って全然違うねんて。あ、そうやな。男の40は女のね、25ぐらいですよ。いや悪いけど、いやいや、でもそうやって、ほんまにマジで。いや、せめて10個ぐらいやったら、女の25って言うたらもうおばはんなんですよ。いや、それはそれはいろんな考え方あるから、あんたの中では25はおばはんなんでしょ。女の25はもうおばはんやろ。なんでやねん。まあまあ、女の25はおばはんで、男の40がおっさんなんですよ。ここがちょうど一緒なんですよ。お前らアホか。それはお前やと突っ込まない。絶対そんなことないって。まあ俺は代わりにおるから言うたるけど。だってね、男で40やったら全然恋愛できるやんか。うんな、うん、女の25が大体そのタイムリミットですよ。ちょっと待て、女、お前のタイムリミットだよ。だからそれはお前からあるんやから、別にみんなじゃないな。お前らのタイムリミット何倍やねん。お前らの女のタイムリミットでいくつか言え、ほんなら。男のタイムリミットはいつや。なんでそんなこっち。なんやろ自分。で、一人で汗かいてまで。なんやねんな。女のタイムリミットはいつや。食べ始めてんのはいつや。35ぐらいやな。お前めっちゃやらしいな。なんでやねん。お前ごっついターゲットを広くしてもうガッバー取っていったら、コインをガッバー取っていったら、いや、バレたな。めっちゃ腹立つわ。もうなんで俺悪者になってんの。だから枯れてるか枯れてないか言うから35やってもうやばいな。もうグラフがガーってちょっと、あ、やばいんちゃうのっていうのはもう25ですよ。
今そこの女の子思いっきり見てもうた俺。いやいいですよ、あなた正直な意見ですよそれはね。あなたいくつなんですか。22、24。あ、もう来年で終わりやっていう。大丈夫。いけてるいけてるいけてる。カップのアイスを食べるときに周りの人に見られても恥ずかしくない蓋の舐め方を教えてください。恥ずかしくない舐め方を。ああそれはもちろんある。ぜひ教えてください。はい、それはもうもちろん大丈夫ですよ。じゃあまず何から。月から。いや俺別に武道を教えてくれとは言って何ですか。カップアイスの蓋の舐め方を教えてください。ああいいですよ。はい。いやこんなことされても、うん、いやまあまあまあ、ほんじゃあまあちょっと舐めてごらんなさいよ。普通にこうやって、はい、バカッと開けました、うん、はい、で、ああみすぼらしいこと。山のごとし。いやだから、うん、うん、すごいすごい、うん、そうやけど、うん、そんなかっこいい、かっこいいじゃない、みすぼらしない舐め方ほんと教えたっていう。みすぼらしくない舐め方、うん、いいですか。パカッと開けてこう持ってきてこう舐めた時点でもうかっこ悪いですよ。なるほど。そうでしょ。なるほど。だからもうパッと開けてこっからもう舐めない。それのほうがおかしい。そんな必死か。もうかーこういかないと。いやしいや、それのほうが。なんで。いやそれ、いったらあかんよ。こうパッと開けて一回では済めへんがな普通。ああ、ほんならもうここにまあ一応置いといてこうやりながら、ああっとか言いながらまたあーっと舐めてくる。どうしたらいいの。なんで下持っていくの。どういう状態やねん。下は机の上に置いとんねん。でこう来て、ああそれ分かってるよ、あーっと舐めて帰ってきたらいいじゃん。そう、お前が食べてるこの状況は分かれへんねん。机の上に置いた、なんでやねん。ああそれ、それ置いといたらいいよ。どこでカレーが食べてるのか。まだってやるでしょ。で机ポンと置くじゃないですか。いやだからこの背景が分かれへんねんお前。事務所会社とか。会社会社、はい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 、でこうなめてトロロトロ、松本さんお電話で、あ電話って言って、ああってなめてこう言ったら、でああ分かってる、うんうんうん言ってガッと切ってから持ってくるためにああってなめてこうやってたじゃん。いやだからもうそこまですんねやったらもうなめようや。しんどいわ。もうええわ。もう俺からいっぱい盗んでほしいんですよ。いやでも何を盗んだらええの。かっこよさを教えてよ。ほんなら真似するわ。何をですか。かっこよさを。ほんなら歩き方とか考えたことあります。ガキ始まって出てきて Ladies and Gentlemen てててててて、ここから歩いて出てくる時も全然かっこ悪いもん。あ今日もかっこ悪いなあ思って見てる、うん、もっと早いねやそれ。なんで今言うねん。やっぱりね、なんでやねん普通に出てきて。お前もうちょっと音鳴らしてくれ。Ladies and gentlemen。 なんやねんお前な。だそういうとこでやっぱり差をつけていってるんですよ。来週そうする。来週こうやって出たらええんやろ。でもね、ガキはほらホールが毎回違うからたまに向こうから出る時もあるね。その時はまだ難しい。Ladies and gentlemen。何なの。お前別にそんなことする頭ちゃうやねん。だってお前考えるほどの時間ないやろ。もうちょっと時間与えてくれよ。待たせられへんからいかんか言ってんの。どんな人でも笑かすことができる松本さんにお願いです。はい。ガキの放送の直後に流れる今日の出来事の5秒 CM のキャスターさんを笑わせてください。その人誰やった。この後すぐ出てくるの。
いや俺分からへん、誰さんやったかな、井田さん、井田、井田由美、はい、あの人がこのエアを見てるならね、うん、見てそのまま CM に流れていくんなら笑かすことはできますよ。見てない人間を笑かすことはできないんですからね。そりゃそうよね。そりゃそうなんですよ。だからあの人がこのガキを見てるということを、今日のオンエアで、まっちゃん浜ちゃん見てますよで始まってくれたら、なるほど、ほな次の週に何かできるとできますよ。どこどこのタンクローリーが何々しましたみたいなことを言いますね。あそこで、まっちゃん浜ちゃん見てますよって言うてくれたら、もう次の週すぐにでも私は取りかかります。でもそれは多分言えへんな、見てても。まあな、まっちゃん浜ちゃん言わなあかんことがやっぱあるわけでしょ、そのタンクローリーがどうしたとか、うん、それを伝えんと、ほななんかこうなんかコメントしながらなんかサイン送ってもらう。何々のタンクローリーが爆破しました、うん、んそれは言うことよりも難しいかも分かんない。あのこれぐらいは別にいいじゃない。いやいやいや、タンクローリーが爆破したんですから。ニュース読む人やから、うん、説得力なくなるやん。最後言うてからうんってやった。なら最初にうん、いや違うわ、一緒やん、一緒一緒、最初やったらいい。いや当てやろうが最初やろうが、うん、うん、あかん、ね、あほんじゃ、タンクローリーが、いやいや違うって説得力ないっちゅうの。見てますよということを俺らにだけでも伝われば、そうですよね、もう来週すぐに取り掛かるんですけど、ちょっと車に構えてもらうぐらい。え、何それ、呼んでる時にもう車に構えて、もう始まった時からちょっとこう斜めっぽい。いやそれもそれも説得力かけるじゃないですか。なんで斜めやったら説得力かけるの。いや真剣にカメラ目線に言わなあかんのに、なんでこんな感じされてるの。いやむしろ説得力出るでしょ斜めの方は。お前金さんどうなんねんお前。金さんも別にこうやって説得力出してるわけじゃない。ちょっと鼻すすってもらうぐらいでねえねえタンクローリーが鼻すするぐらいいいじゃないですか。それはあかんわ。いや分からんで、ノリのいい人やったら何かやってくれるかも分からへんがな。あほなちょっと僕、そうですね、やっぱり斜めにしてもらいますわ。そりゃでもこれがこれぐらいやったら分からへん。まあ、その辺は分かってると思うで、向こうも多少ひどめにやるでしょう、こう、こうなってたらもう見てますよっていう。絶対せえへん。すいませんほんまに、ほんならもう来週すぐにでも笑わしにかかりますんで。ちょっとゆすってくれたら。飲まされて、またね、この間ね、へいのね、あのクリスマスの特番やったんですよ。ほんで出てくるゲストがみんなドンペリ持ってきてね、まあ、クリスマスやから、うん、メリークリスマス、うん、ガー、うん、まあ一組は良かったんですよ、うん、二組も出てきて、ね、そうそう、乾杯しましょう、うん、メリークリスマスガー、だん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 、ね、なんか目つきがこんなんなってきて、例えばね、前もほらあの力屋さんに飲まされたでしょ。でもね、あんなんかってこう動いてるから、動いてるしね、飯もちゃんと食ってたからね、まだマシやって、うん、で前はね、あのほとんどすきっぱらやったんですよこの間は、うん、うん、ほいでドンペリだって、俺あんなもんアルコール度数4ぐらいや思ってたんよ、うん、パッとボトル見たらあれ12やねんな。あ、みたいですね。きつー思って、それを10人を頭に飛び込んできてからもうガーくて、なんの初めて、ずっと収録中来んないもん。せやろ、嘘でもなんでもない、顔真っ赤でこのままや。あれはダメ、あれはダメや。最後のもうグローブでは一言も喋ってなかった。ていうかグローブ出たの今初めてお前に聞いたもん。お前に聞いて今初めて知ったもん、グローブが出てたことを。あ、そうなの。すいません、いや、いいですよね、うん、見てる方がおもろいかな、あれ、うん、紅白の発表ありましたね。あ、この間ね、あ、ありましたね。どうですかね、今年はね。今年はどうなんでしょうね。今年はどうなんやろうね。え、ほんで誰になったんですか、赤のあれは。そう、松たか子。わからない、わからないでしょ。なんでそれが司会なんですか。わからない、なんか目に見えない力が働いてる。なんでなんやろ、おかしいです
ですね。目に見えない力が働いてるといえばですよね。なんかノリオヨシオみたいになってる。なんですかあれ、ほんまに思えへん。あのなんかが引退した言うたらごっつい新聞に大きく扱うでしょ。誰も知らんやん。何何何そんなの知ってるやつおらんでしょ。いやあの世界は限られてますからね。そうでしょ。それがなんかスポーツ新聞にごっつでか扱われて引退や言ったらすっごい大騒ぎみたいになるでしょ、はいはい、それやったら吉本新喜劇の岡八郎が引退した時の方がもっと大きく扱われなあかんわけですよ。そうでしょ。いやでもお前岡八郎かって狭いとこにおるで。でも知名度で言うたら岡八郎の方が上なんですよ。だからなんでお前はなんで岡八郎プッシュするんだ。いやいやそりゃお前何もあるやん。岡八郎にはクッサーもあるしやな。どっからでもかかって今回があるんですよ。全然違いますよそれは。もうネームバリューが。だって1億何千万人いる中でファンなんて何人いましょう。ねえ、そうでしょ。絶対それでいい。1万人ぐらいですよ。岡八郎のファンは4万人。ちょっと待て、お前前俺のファン4万人言ってたよ。いやいや、そう岡八郎一緒かい。ちょっと待て、お前は岡八郎より下かい。ちゃうわ。上かいって言わない。岡八郎って知ってる。知らんかってもや。ほんならお前ただのおっさんが出てるのや。いや顔の赤いおっさんが。いやお前は岡八郎を舐めすぎてる。あ、岡八郎が出てきたらそれはもううわーなりますよ。知らん言うてんのに老けたな。いやだからそこまで知らんねん。岡八郎知らんの。知ってる。知ってるやんけお前。ちょっとお前そう。奥目のはっちゃんまで言うてるやん。いやいや、この子はさ、関西エリアの人ですよね。ほら。そりゃそうやん。せやないと奥目のはっちゃんまで知らんがな。そこが違うって言うやん。ごっつ岡八郎呼びたなってきた俺。いや、ほんま、つい出したいわ。まあ、出したいですけどね。あれ何あこれ何？あ、え、これ何？あ、ジョージアのあの、何やったっけ？あ、あれ来たんや。え？頑張ってコート。頑張ってコートや。言うてみるもんやな。次から次と。あったかい。そうですか。いや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ほんま言うてみるもんですよね。いや、ほんと、暑いな。暑いなっていうか、これあったかいという意味やけど。コンビ結成15年間ずっと浜田さんのことをあらゆる意味で守り続けているという松本さん、うん、浜田さんと松本さんが2人で外を歩いていたら強い風が吹いて浜田さんのズラがぶっ飛んでつるっぱげになってしまったら松本さんはまず初めに何をしますか。これはすごくいいハガキですよね。まあもしですよ。いいハガキじゃないし、もしそうなったらということの話ですよ。すごく大変なことですよね。いや、それは飛んだら俺は何を言われてもいいが、まだのことを言われることだけは許せないっていうタイプの人間やから、まずその二人で歩いてる時点でもうまず風がきついなと思った時点でやっぱり、いつも中に入れている紐をこう出すんですよね。でこうギュッと締める。麦わら帽やん。あの玉をこうキュッと上に上げてあげますよね。まずここ身挟めへんように、ね、痛い痛い痛い。それはありえないんですが、あのな、うん、俺も多少金持ってんねん。はいはいはい。ほんまにずらすんねやったらそんなチャチにずらはせん。それはそう、それはそう、そんなずらはしないです。だからまあ風が強いという時点で僕はまあそう出してこうカチャッとやってあげる。だからチームファイターやないやん。
いや、カチャーやないっちゅうか。そんなんじゃないの。そんなんじゃない。こんなもんいらんじゃない。はい、ほんで、まあ歩いてた。風が吹いた。はいはい、まず飛んだ時点で、僕は風に向かって、何様だーって言いましょう。ありがとう。ね。まずやっぱ風に怒ります。うん、風に一喝してから、うん、その飛んだズラを。いや、俺は追いかけてるよ、その間。え、もうお前は君こうガー言うてんのはええけど、俺は今追いかけてるから早いこと戻ってきてくれんと。じゃあ、あ、風でバーンって飛んだ時点で、僕は風に対して何様だーとこうほざきますよね。こうやってね、パッてこう見たら、もうお前は追いかけてるわけや。コロン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 、もうバーン。トップ芸能人に上り詰めた今でもフロム A で探してお忍びアルバイトをしているという松本さんに質問です。はい。僕は今バイトをしているんですが、時給は安くて困っています。あ、そこで松本さんにお聞きしたいんですが、はいはい、松本さんが昔やっていて今でもお金に困った時に時々やっているという時給8万6千円のバイトをぜひ教えてください。あなたやってたんですよ。まあやってましたよ。あ、そうですか。ええ、これ時給8万そう6000円、僕最終的には8万6800円ぐらいまで行きましたよ。最初は8万5000円から始まりましたけどね。え、だどういう仕事なんですか。目の玉をくり抜いてですね。急すぎるわ。なんかもうちょっとあんたのトークがあったついに目の玉をくり抜いてって言うたら分かるけど、言いましょうか、目の玉をくり抜いて。いや、だってまずそれを言われるもん、面接でね。君はくり抜ける子か。くり抜ける、くり抜けない。バルセナか。まず鉛筆もらう。わざわざ何をって書いてないの。キューって書いてました。キュー、あなたは目をくり抜けますか。まずね、でまず書いてますから、うん、でくり抜ける、くり抜けない、はい、くり抜けると書いたならば、はい、右をくり抜くのでしょうか、左をくり抜くのでしょうか。でも映画のほんなら右をくり抜ける。ああ、右やと左、もう左。はい、なくり抜ける、左に。もうそしたらもうほとんど明日から来てもらって大丈夫ですよっていう話です。ちょっと待て。何？お、左目くり抜いてどうすんの。あのね、左目をこうくり抜いて、そっち右目。ああ、いや、右目をまず触ってから左目なんですけど。ごめん、俺は知らんかったから。左目をくり抜いて、ちょっと、あい、何すんねん。じゃあまず投げるんですよ、思いっきり。あ、まずタイムカード押さんとダメです。いや、もうそんなんええやんけ。くり抜く前に、何のバイトやねん。まあまあ言うから、くり抜く前にタイムカード入れんと、くり抜いてからやとようわからんようになるんで。そんなもん分かっとるから。それは絶対振り抜かれる方も分かるから。それは注意って、タイムカードの上にポスター貼ってますから。ああ、でこうガッチャンってやってから、まあくり抜きますよね。松本入りましたっていうことで。ああ、ほいで思いっきり投げますから。ああ、ほんで測り師がいるんで、うん、何メートル飛んだかをまず測ってもらいますから。はいはいはい。でまあ大体僕ぐらいになるともう15メーター飛ばせられるんですけど、うん、長けりゃええんやったら思いっきり投げれるわな、誰でも。そんなもん。いやー、自分の目はなかなか愛着が愛着感があるんでね、なかなか。ああ、そうやろうな。ほんで、朝から、約夕方5時ぐらいまでですか、うん、まあ簡単に言うとそれの繰り返し。なんでそんなんで8万6千円くれんの。だからお前も、お前も勘の悪いやつやな。鏡があって、これマジックミラーなんですけども、鏡のこっちですごい金持ちが食事をしてるんですよ、それを見ながら。また投げとるのー言って。分かっててきとんねやろ。まあ、あの子の投げ方、おほー。先日小学生が選ぶ全日本立派な大人ランキング、惜しくも2位だった松本さん。はいはいはい。そんなんあったんですか。はい、知りませんけど。はい、松本さん質問です。はい、大人になって良かったなと思う時はどんな時ですか。
その何でしょう、こう裸でこう立って自分をこう見た時にね、やっぱりこの家の立ち振る舞い、やっぱりこれは大人やぞと、絶対に掴むぞと来年もやるな、何を言うてんの、もうごめん、なんや、じゃあ俺は代わりに聞くからちょっと待って、なんや、なんでしょ、そんなん別にお前の立ち振る舞い見んでもやな、来年もやるぞと思ったらええわけやろ、なんでお前、違うやんけ、もう分からんかな、己自身とね、陰謀っていうのは一つのチームを組んでるわけじゃないですか、チーム松本じゃないですかね、お前やろ、ああかもしれんかもしれん、でもこの話聞いていけよ、チーム松本なんですよ、ペアなんですよ、ペアでありヘアでもあるんだよ、今のは俺が言い過ぎた、それはないわ、そやろ、ペアなんですよ、はいはい、チーム松本としてこいつはこんなに頑張ってるんですよ、うるさをしてるんですよ、いやこれもうそんなの勝手に入っとんねやから、頑張ってるも何もさ、勝手に歌ってできへん、できることやないぞ今の面白いないや勝手にやん、それが嬉しいがなその気持ちが嬉しいがな、嬉しい歌ってみんなやないかそんなもん、お前ずっと一緒なんですよ、人間みんな一人やって言うでしょ、最終的には何もコンビ組んでたっていつかは一人じゃないですか、でもこいつは俺がね、最果ての地に行ってもこいつは来てくれるんですよ、いつもいるんですよどうですかこれは、どうですかおもろい